み、ということで今から顔出しします。うわー緊張してきた。やばい、やっぱやめてもいい？やめよっかな。こっから先はもう引き返せねえぞ。警告はしたからな。見たくなかったら今すぐ戻った方がいい。鬼が出るか蛇が出るか、まあキルハが出てくるんですけど、よしかますわ。み、キルハです。では顔公開せずに声だけで実況してたからわからないと思うんだけど、ちょ例えばちょ再現するわ。例えばスプラトゥーンしてるときはこっから狙撃するわ。この高台から狙撃すれば一番キルできるでしょ。1キル2キル3キルしてしまう、強すぎるみたいな。そんだけこんな顔でやってんだけど、やばい、これがみんなにバレるのか。どう、僕のファッションセンスかっこよくない？マジで生かしてね。やっぱ実用性も欲しかったんで、レッグポーチとか、この上着は防弾性能もあるという特注なんよね。ここのファスナーを外せば半袖になったり、やっぱ一流のスナイパーは狙撃する前から準備しないとね。早速戦場に今からやってみるわ。お、どうも。まマッチングしていく。やべえ、見られるのクソ緊張するな。うわー、このスリルたまんないね。武器は僕のアイラブ武器、 4K スコープ持ってきたわ。射程しか勝たん。生存さえしとけば必ずチャンスは訪れる。人生だね。見えてるぜ。クソエイム。いや、帰るのが早いな。だいぶ警戒されてる。中央高台に僕制覇したらクソ強いんだけど、このステージ。やべ、まだ右を制圧できてないんだな。右さえ制圧すればこの真ん中のね、高台を僕が優雅に狙撃できるんだが、ごめん、かっきついかもしれない。もうこいつリッター倒すことしか考えてないじゃん。だけどみんな慌てなさんの精神を。打開は一人倒せばいいから。こっちはペナルティアップつけてるから。狙撃最悪。射程が長すぎるんだよな。この高台がマジで最強。みんな真似した方がいいよ。ちょっと見せるわ一旦この射程の長さに。驚くがいい。やばい、ハンチャー出たのに。なんで、クソ。で、ここでまた再びトラッピング時刻な。これで陰キャチャージャー、陰キャスナイパーの完成ってわけな。長すぎる。に出ないね。ごめんね。スナイパー使ってる時は一番楽しいわ。それじゃあみんな、さらだばー。